井上監督、鵜飼の育成に関して有能すぎる。この人すごいわ。鵜飼の打撃改造。中日ドラゴンズのロマン砲である鵜飼選手の育成について、井上監督が口を開いた。鵜飼のパワーは半端ないよ。でも、今はね打撃を修正してる。鵜飼の名前をファーム戦のゲームにかけないのは痛いんですよ。努力する選手ですけど、もう少し遊び心があってもいいかな？と思いますよ。俺たちはもう井上和樹を信じるしかないんだよ。鵜飼にとっても過渡期なんやろな。去年までの状態なら、当たれば飛ぶを脱することができなかったと思う。この修正期間は仕方がない。もうそろそろ何か掴んでくれないと厳しいな。一軍にいて時点くらいにはなってほしいところやぞ。岡林、三好、小田のキャラかぶりをなんとかして。最近見なくて心配したけど、井上が言うなら安心。春キャンプで和田さんが指導してたのに。これでゲンドラとか戦力外になったら俺泣いちゃう。鵜飼は体つきだけ見ると、ファースト戦っぽいんだよな。すごい体格してるから早く上で見たい。打つ方はなんとかしてくれ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。